Hello everybody, welcome back to OgoPower, I'm Ogo, and this is another episode of Yakuza Like a Dragon. And again, I'm... yeah, here, fighting for stuff. A steel hammer. I guess that's for the construction worker? For the construction worker job? And I guess I should have gone up there before. I hate it when a game does that. I thought going up would be to move on. Wait, maybe we can like... oh darn it, no, I can't. I was getting him the collapsing chair. Damn it, wrong one. Doesn't matter. Let's do the... yeah. Hit everyone with... ah, damn it. Great, he went right into it. Great. Oh, but you don't get... I thought you might get some HP, but you don't. MP up. Nice. Oh. Hey there, Mr. Bot. Thanks for coming by, Mr. Bot. Okay. Oh well, I guess it happens. Can't make that change back now. But if you guys play it, remember this. Don't jump, just jump down here. Protector? It's a bit high up, yeah? Tungsten. Oh man, I could... if that's so... Oh. Great. No safe spot. But that means we can always go back to here, if we want. Well, at least for the moment. Okay. First aid kit. So what's next? Oi. ですね、皆さん。お見事でした。お前、
ご無礼いたしました。お許しいただけますか。マブチの牢で俺らを助けてくれた。Just what I wanted to say. 覚えていていただけましたか。嬉しいですね。こないだは助けてくれて、今回は襲ってか。Is this the person who speaks Kasuma Kiryu? That one? こちらにも事情がございまして。申し訳ございません。何こいつ、嫌なやつ。ん？イケメンだって褒めてたろ。イケメンだけど、あいつは嫌い。私はコミジュルの参謀を務めております。ハン・ジュンギと申します。ケ？ハン・ジュンギ？なんでお仲間に俺らを襲わせたんだ？改めてあなた方のお手並みを拝見したかったもので、彼らにも決して殺すなと念を押しておいたんですがね。だんだん本気になっていくんで、正直ヒヤヒヤしましたよ。笑わせんな。もっと本気出してもらってよかったんだぜ。で、俺らの実力は分かってくれたってか。ええ、あなた方はお強い。でも私一人で十分抑え込める程度かと判断しました。なんだと。そちらのご用件は承知しています。理解が追いついていないでしょうが、なかなか危うい立場にいらっしゃるようだ。そのあたりもじっくりと勘で含めるように教えて差し上げます。 OK。 まどろっこしいな。シンプルに言ってくれ。時間がねえんだよ。大事なことですからね。しっかり理解していただかないと困ります。 That's being? だからバカにでもわかるようにお話しさせていただくつもりです。あくまで親切心からですよ。 OK。 それで煽ってるつもりかい。バカで結構。俺のことどう思うと、こっちはへとも思わねえ。個人的には好きですよ、あなたみたいな人。ではどうぞこちらへ。完全に舐められてるな、俺ら。No, he doesn't. 言わしときゃいいんだ。ほんとムカつくイケメンよね。美人もイケメンも癖が強いのが多いな。まったくね。その点、みんなはいいよね。That was a cheap shot. なんでもない。That was a cheap shot, but a good one. コミジュル以外でここに入った人間はほとんど記憶にありません。あなた方は特別な客です。ですから、もっと喜んでくれてもいいんですよ。What? Oh. Oh man. Talking about total surveillance. なんだこりゃ。これが偉人町における我々のしのぎです。町の防犯映像、潜伏しているコミジル構成員の隠し撮り映像、wow. その他さまざまなカメラを覗き見できるようになっています。Which is why they need all the power. 維持するにはここの自家発電だけではまかないきれません。そんなわけで、町中から盗電してるわけか。ええ、お察しの通りです。偉人町において我々は比較的に新参者でしてね。清流会やハンピン・リューマンとの島争いに遅れを取り、そのおこぼれに預かったのがここコミジュルというわけです。ああ、okay. 我々はこれらの映像から導き出される情報を商品として、そして武器として自分たちの身を守っています。身を守っている。コミジュルの勢力は清流会やハンピン・リューマンほど大きくはありません。真っ向勝負の戦争となれば勝ち目はないでしょう。ですから彼らを適度に敵対させて均衡を保たせるバランサーでいることが、我々が生き残るための戦略となったのです。Providing information. バランサー？どういうことだ？例えば、もしハンピン・リューマンの誰かが清流会の島に手を出したなら、我々は即座にその情報を清流会に流します。均衡を崩そうと動いた個人の情報を徹底的に調べ上げ、その友人家族の居所も
敵対組織に渡すのです。そういう活動する我々の存在によって起きた火種も小さな段階で鎮火できます。 The firefighters. また新たな火種の抑制にもつながります。 I can see why they do that. つまり横浜は3つの組織の三組状態というよりは二つの大きな組織とその間を取り持つ情報組織で成り立っているのか。だからバランサーか。そういうことです。ハンピン・リューマンも清流会も我々には感謝しているはずですよ。感謝状をいただいたことはありませんがね。ちなみにもし火種を起こした人間がいたとして、その始末もコミジェルがやるのか。ケースバイケースですが、我々が手を下すケースが多いですね。そして少々痛い目に遭っていただくこともあれば、この世から消えていただくこともあります。あくまでビジネスとしての活動ですがね。じゃあもしかしてマブチももう始末したってことかい。ラオマーはまだご存命です。ですが、あちらのモニターを。え？乙姫ランドの店長の死亡推定時刻、その直前の店先が映っています。ラオマーとその一味の姿も。That's the evidence. これはまさに動かぬ証拠だ。俺らはこいつを探してたんだ。もちろん承知してますよ。今の映像を見ればマブチは黒、ハンピン・リューマンの蝶もそう納得するでしょう。え？しかしすぐにはお渡しできません。あなた方にはまだお目にかけたいものがあります。どういうことだ？ご覧になればわかりますよ。なんか雲行きが怪しくなってきたか。しょぼくれた声出すなって。頼むぜ相棒。近くまで行ってもらって結構ですよ。え？I have absolutely no clue what that even should be. Inside of some kind of gel? The money. Atakimu printing it? Koits wa nise satsu. Endo nise satsu da. But it's yen.Okay, so they are the ones who are making the counterfeit bills. また偽札？いや、マブチのとは別口か。どうなってんだ？ラオマーの偽札とは出来が違うわよ。I guess so. あっちは所詮マフィアの一時しのぎ。少し見れば仕事の雑さが透けて見えちゃう。でもこっちはミクロ単位まで正確に複写する最新の印刷システムで作ってるの。もう会えないかと思ったぜ。寂しかった？いい女が急に消えりゃそりゃ寂しいってもんだ。well. 私もちょっと準備する必要があったの。化粧でも直してたってのか。やっぱりあなた面白いわね。いい感じだわ。ちょっとごたくはいいから話を進めてよ。あんた誰なのよ。少し言葉を慎んでいただけませんか。いいのよ。じゃあご紹介差し上げましょうか。はい。何なの？メン。皆さん、こちらはソンヒ、我がコミジュルの総帥です。Okay, they have a leader and it's her.
総帥、この姉ちゃんがコミジュルのボスは女。 Why not? マブチの倉庫で妙な紙の束を見たでしょ。箱に詰められた白紙の束。 Yes, we do know about that. 白紙の束、箱に詰められた。ああ、見たよ。あれはとても特殊な紙なの。大陸の工場で成分を調合されて生成されたものを、ハンピン・ニューマンが取り寄せてる。中国で作られてるのか。なるほどね。そしてここで作られてる日本円も同じ紙なのよ。え？じゃあ、あんたらはハンピン・リューマンの倉庫からあの紙を盗んで日本円を。盗んでないわよ。あの紙はもともとここで日本円を作るためにコミジュルが用意させたものなんだから。That's a way to put it. まずコミジュルが日本円を作るために紙の製造をハンピン・リューマンに依頼する。出来上がった紙は一旦マブチの倉庫に届く。そしてハンピン・リューマンの人間がここに届けてるという流れよ。ハンピン・リューマン誰に依頼して、誰がコミジュルに届けてくれてるんだ。すべてハンピン・リューマンのトップ、チョウよ。うん。じゃあ、チョウはそれを知ってるんだな。もちろんよ。チョウに黙ってそんなことできやしないわ。I guess that would be kind of hard. 日本円の偽札の材料。じゃあ、人民元の方はどうなんだ。あれもコミジュルのビジネス。I don't think so, to be honest. それとも、やっぱりハンピン・リューマンの。そのどちらでもない。え？え？あれは言うならハプニングね。マブチの部下がある日、倉庫に見たことない紙が大量にあるのを見つけたのよ。その男は、かつては偽札ビジネスを生業にしていた人間だったの。そしてマブチに提案した。あの紙を少し加工すれば精度の高い人民元が作る。 So he had a similar idea when he saw the money. マブチはその話に乗ったってまでよ。マブチが考えたんじゃねえってことか。よその人間をどうこう言うのは気が引けるけど、マブチはそんなに頭の切れる人間じゃないわよ。いい部下を持ってラッキーだったのは事実かも。 OK。 チョウはマブチが人民元を作ってるの知ってんのか。あんたから教えてやんなかったのか。教えたわよ。でも蝶はすでに知ってたわ。でも見て見ぬふりよ。だって人民元の製造をやめるように指示したとして、紙の使い道を部下に聞かれたら蝶だって説明に困る。ましてや日本円製造ビジネスはお金になるから蝶もやめたくはない。それにマブチの会社の維持のため、部下の生活のために人民元が使われてるなら多少は目をつむる。それが蝶の判断なんでしょう。Makes sense. マブチは同じ紙で日本円が作られてることは当然知らないわよ。しかし知らないこととはいえ、もったいないことしてくれるよね。あの紙は円をするための特注品、オーダーメイドなのに。オーダーメイド知ってる？円の紙はミツマタって植物から作られるの。ただし他の原料や配合、そして製造方法は日本の国家機密なのよね。あの手触りはそうそう再現できないってわけ。じゃあなんであんたにそれが作れるんだ。ある筋からその情報は漏れていた。もう何十年も前に。何十年も前？そんな話警察でも聞いたことねえぞ。That's how good でしょうね。あなたじゃまだ若すぎるもん。え？ああ、いや意外と若くもねえんだな。真に受けてんじゃないっつも。そうだから、ほとんど誰も知らないはずのその偽札を。 Oh well。 なんであなたは持っているの。一番お やっぱりこの万札はこの場所から漏れたエラー品ね。Okay. どこにも存在してはいけないはずのもの。あなたはどこからこれを。我々の監視システムは
あなたがこの町に現れた時からの様子をずっと捉えていました。当然、その偽札を手にしているお姿もです。ですから、ゆっくり話を聞かせていただきましょう。我々はようやくその機会を得た。OK。まった。事情は分かったがよ。そいつは俺にも何なのか分かんねえんだ。I hope to believe us. 本当に何も知らないの。本当だ。私が撃てないと思って舐めてるの。いや、やるときはやる人だって思うぜ。I hope she believes us, because I think so too. 念のために聞いてみたのよ。あなたが映っているここ数日の映像は全部調べさせた。でもあなたはその偽札が何かまるで分かってないみたいだし、そもそもこの土地へ来た時には撃たれて死にかけてたわよね。知ってんじゃねえか。つまりあんたにはここに来た特別な目的があるようには見えない。They wanted to be sure.そんなに頭も良さそうじゃないし。Ah, hey, that was a cheap shot. もっと言い方ってもんがあんだろ。でも、お前は違うな。なんぼ！What？ 俺が何だって言うんだ。Okay。お前が異人町に現れたのは半年前。ホームレス街からよくこの建物を盗み見してた。他のホームレス仲間には目もくれずに。いつの間にそんな写真を。なのに偽札を持っていた春日一番とだけは急につるむようになった。なんでだ。 Wait, what? 難波は村長に俺を手当てするように言われて。それで。じゃあナイチンゲール症候群、看護師が患者に惚れちゃう。あれ違うだろう。お前はこの偽札がコミジルのものだと知っていたな。どうなんだ、答えだ。ナンバー、まだ総帥が話し中だ。 I had absolutely no clue. That's okay. I thought you went just with us because it was like, oh yeah, that's out that works in these games.That's how that is, but this is... Namba... Omae... This is interesting. Namba better talk about it, man. Namatte cha hanashi ga sumanai yo. Omae wa dare nano? Namba Yu. 41-sai. Moto kangoshi. Okay. Ne, so iu koto kiite run ja. Akiba Shouichi wa...俺の弟だ。秋葉翔一、フリー記者の。秋葉はペンネームで、本名は難波翔一だ。秋葉翔一はあんたの弟。よ、待て。何の話してんだ。半年くらい前、どっからか偽札のことを嗅ぎつけたフリーの記者がいたんだよ。その名前が秋葉翔一。ところが異人町に入り込んで数日後、どこかに消えた。どこかに消えた。冒険じゃねえ。その消える直前に俺は弟から連絡を受けてた。あいつは自分が監視されてるらしいって言ってた。コミジルの連中にな。OK。お前ら、あいつを、弟をどこにやった。そうか、消えた弟を探してお前はこの町に。 That's the real reason. Okay, that makes more sense. 異人町には肉の壁があると聞かされてた。よそ者がその内側に入り込むことはできねえともな。だから俺は、You waited on an insider. ホームレスに化けて彼らのねぐらに潜り込んだ。あそこからなら
コミジルを近くから監視することもできると考えて。Why not? そうだ。でもずっと何の意図口もつかめずにいた。It she arrived. お前が来るまではな。一番。Oh man. Okay, that's a big secret. お前は。A really big secret. 俺はすぐに気づいた。これは弟が追っていた偽札だってな。やっと掴んだ手がかりだ。その瞬間から俺は絶対にお前から離れずに追ってやろう。Okay. そして偽札を入手した流れから弟の手がかりを聞き出してやると決めたんだ。でも蓋を開けてみりゃ俺以上にお前は何も知らしなかった。笑っちまうよな。そうだったのか。 No. No clue. まあお前は嘘がつける男じゃねえってことくらい分かってるさ。偽札のことを何も知らねえんじゃこれ以上つるむ理由もねえ。俺はよ近いうちにお前の前からドロンと消えるつもりだったんだ。 What?だってよ。だってしょうがねえだろ。ナンバ。でもこんなことになるなんて。すまん、一番。すまん、みんな。なんちゃん。At once。お前ら。俺の弟をどうした？殺したのか？弟は生きてんのか？死んでんのか？それくらい教えろ！教えてくれたら俺はどうなっても構わねえ。でも一番たちは関係ねえ。してもこいつらだけは助けてやってくれ。頼む。エレクトスタナ。紛れ込んでいたネズミは彼一人だけだったみたいね。Okay. ひとまずあなたたちは客人扱いにする。蝶にも気に入られてるみたいだしね。え？よ、ちょっと待て。どこへ連れて行く気だ？俺らの仲間を。仲間？あなた今の話は聞いてたでしょ？あの男は自分の損得感情であんたを騙してたのよ。出会った最初からね。そんな人間を仲間って呼ぶの？Yes, he does. そうだな。俺がナンバを仲間って簡単に呼ぶのは違うのかもな。やっとわかったの。勘違いすんな。あいつは俺にとって仲間以上の人間だって言ってんだよ。But that's Ichi, loyal to the end. 俺はここに流れ着いた時、あいつに手当てされなきゃ死んでたんだ。ナンバーはな、俺の命の恩人なんだ。俺は命の恩人に仲間にしてもらった立場なんだよ。ナンバーの目的は行方不明の弟さんを見つけ出すことだ。親兄弟の心配をすることが損得感情だとは俺は全然思わない。あんたらよりもあいつの方がよっぽど筋の通った生き方してるぜ。俺がいるのも忘れんなよ。
さっきよ、一人で俺らを止められるとか言ってたな。ボスファイト？この…何してんの？人を集めな！やれるもんなら、やってみろや！さっきの言葉、証明してみせましょう。 OK。 Wait, why is...Okay, we have a new party composition. So, he is strong, so try to get as much out as we can in the way of status effects.See if we can knock him out. I don't think so, but you never know. Oh, freaking heck. We have to. Ooh. Wait. Oh, she's not part of it? Interesting.But I have to, like, if I don't do that, then she will die. Maybe I can burn him? Good. I think we all can lead that one. So, okay.So well, it's only a light attack. Sleeping pot? Oh, damn it. Great. Uh-oh. Uh,
Let's sing for her. I think we will win this one, but it's... I can still use the tech team one. Forgetting about that. Try to make him bleed too again. Let's try to make him charmed. Damn it. Maybe I can use that one again to make him cold. Great. Let's try to burn him again. And... See if we can make that. Didn't work, damn it. Damn it, I need to use that one. You know what? Let's Kasuga. Please. No. Damn it. I mean, I really don't like Adachi not getting it, but that's how it is. やるもんですね。逃げるぜ、ナンバー。That's a really hard battle. 立てナンバー、すぐ新たが来るぞ。頑張って。くそ、やってやるよ。Oh, come on. Okay, you know what? I think that's it for now. I have to stop and break this up, so I want to thank you very much for watching, and I hope I see you guys in the next one. Bye-bye.